思った。コメントがなんかこんぐらいしか見えてなくて、一つしか見えなかった。なんかこのさ、自分がいるじゃん。でも今度ファンの人がいなくなったんですけど、あ、来た来た。このコメント欄がこんなになってた。もうちょっとしかなかった。多分わかんない気がする。見てる側しかわからん気がする。髪の毛がなんか前髪が長いのね。だからしょうがないのね。大変なことになっちゃった。なんか変になった。やんない方がよかった。頭変って言われたから。やったのに。余計に変になった。お風呂入ってから髪の毛はもう仕方がない。なんかここの前髪ってここぐらいまであるのね。こんぐらいまであって、で巻いてるので、のりで留めてるから、ここがめっちゃ腫れたっていうか、めっちゃ痒くなっちゃって、なんかちょっと炎症を起こしちゃったのね、のりで留めてるから。でもさ、これからもさ、のりで留めないとさ、あのこうの前髪はさダメだからさ、のりで留めながら生活します。そう、かぶれたっぽい。風犬のおーちゃんはあのちょっと自分では弾けなかったんですけど、あのファンの方が、二人のファンの方が大川さんを送ってくださってゲットしました、無事。でもレアは持ってないから、みんなちょうだいちょうだいね。もういっか、これで。変だけどいい？え、いい、これで。前髪めっちゃ変だけど、今からね、ケープはしたくないんですよね。え、ケープをしても取れるんですよ、前髪って。汗かくから。ケープじゃ耐えられない。めちゃめちゃいいケープを使ってるのね、公演の時とかは。普通の時はもう普通の使うんだけど、公演の時とかはピンクケープを使うのね。でもそれでもダメなの。ダメだからノリを使わないと。ケープはね、ダメ。しかも異常に汗かくから結構ダメなのね。で、まだ準備してないんだよね。やばいでしょ。ここもやばいこと知ってるんだけど。でも、まあ、で、キーボード。学校の。最近ハマってるのは、ケータリングでハマったのがこれ、イタリアンドレッシング。ハマり中です。うん、いや、寝坊しないよ、さすがにね。今日はちょっとメイクできなかったので、すっぴんぴんのピンピンです。何言ってるかわからない。見て、お姉ちゃんが買ってきてくれた。なんかこれ風船をここに、これをここにさせるらしい。
大きい風船あるじゃん、知ってる？なんかさ、痩せたよね自分で言うのあれだけど、あ、そう、大岡さんグッズはここにめっちゃかけてあります。ペンライトとかもかけてあるかな。こういう感じですね。確かにスピンだと押さないかもって感じです。夢の国は行きたいけど行けない、行きたすぎるけど行けないから、うん、名古屋からだと遠すぎて行けないから、行くなら長野帰ってからか。長野帰ろうと思ったけど帰る選択肢を取らなかったのね。なぜかというと長野に帰らない最新の、違うめちゃめちゃ、ん？長野に帰らない更新、最新更新記録、何て言うんだっけ、どれぐらい帰らなかったっていう更新を伸ばしたかったから帰らなかったのと、帰りたかったんだけどね本当は帰らなかったのと、あとは帰ってしまうとだらけてしまうので帰らなかったっていうのと、あとは普通にココハと一緒のお出かけしたかったので帰らなかったっていうのと、帰ったところですぐなんか名古屋に戻って来ることが分かっていたので帰らなかったです。もう帰ったらね、名古屋にいたくなっちゃうからいいんです。また帰ります。誕生日は帰りたかったけど帰れなかったから、帰れないことが分かってしまったので、まあきっとお風呂に入って誕生日を過ごすことになるでしょうっていう感じ。なんか誕生日は長野で過ごしたいっていうちょっと思いがあったので、本当は帰りたいけどちょっと間に合わなそうじゃない、絶対間に合わない、だって7時40分までしかないから間に合わない。誕生日配信は年齢でできないんじゃないかな。前髪は切ってないです。ママお姉ちゃんが来たとしてもここは長野でお祝いしたいので。でもお姉ちゃんも大学生だから学校一回も休めないから、そんなにもう当分来てないんじゃない。どこでもドア欲しい。瞬間移動で帰る。誕生日は会えないです誰にも。なぜかというと誕生日はお家にいようと決めているから。え、そう、本当にチャロとベルに会いたいけどさ、2ヶ月以上会ってない。現実が悲しいよ。何ヶ月会ってないんだろう。もう8月から帰ってないのかな。え、8月帰ってないか。帰ってないっけ。でも誕生日は分かんない。なんか入るかもしんないし入んないかも。謎い。夏休みは
夏休み始まってからは毎日周年のリハだったから、あのお盆休みに帰ってたらしい。記憶がない。僕がないけど、もう帰ってなさすぎて悲しみ。え、頻繁に帰ってないよ、全く。全然帰ってない。でもなんか多分ママとかがこっちに来て一緒に生活してたら、そんな帰りたいって、まあ、思うかもしれないけど、そこまでは思わなかったかもしれないけど、あの一人だから相談できる人がいなくて帰りたいって思ってしまいます。ありがとうございます。慣れてない、いつになっても慣れない。でも周年テレビ、周年の期間中は電話かかってきても切ってました。もうやばかったから、そんなことしてる日はないよって言ってめっちゃ怒ってました。激怒してた。でもなんかどれだけ長野に帰らなかったことを頑張るかで、これからのあれが変わるから、帰らずに頑張る。やばいよ、明日は特会だよ。バブル、あ、そう、バブルであのこういう指足をぶつけたって言ったんですけど、ぶつけたんですよ。痛かった。荷造りは何一つしてないんですよ。困るでしょう。明日は早い。遅い分の人でも早いからね。なんか早く行きます、みんな。だから早いです。でもなんか幕張その時しかないのめっちゃ悲しくない？また遅い分だから遊べないんだけど、もう悲しい。みんなも大変だしさ、僕もさ、ちょっと楽しい、楽しみたいけど楽しみ。帰った後にさ遊びたい。そうのさんとかなり山の中の写真撮ったの。うわ、いつだっけあれ。あれがお盆じゃないかな。なんかもうわからない。ようかさんとはツーショットは撮れません。勇気がないので無理です。先に言っとく。いや、もうみんなそんなこと言いますけどね、本人を目の前にするとどれだけ緊張することか分かりますか？うん、
もう緊張するからね、無理なんだよ。キミさんとは時間が違いすぎて会えないんですよ多分、だから写真撮れないかも。明日はココハが遅い分にやってきてくれたのでココハと一緒にいます。そう、キミちゃん朝なんだよね。だからツーショット会の時にちょうどキミちゃんと時間が一緒なんですよ。そこはちょっと嬉しみボンジュールっていう感じなんですけど、そう、勇気ボンジュールは、ボンジュールは勇気ありそうに見えてないので勇気なしなしボンジュールなんですよ。もうね、あのここね、ちゃんとね歯ブラシのセットを買ってきました。壊れたので偉いでしょ。開け口、勇気ありありボンジュールできないんですよ。一緒に貼り付けとこう。なんかね、え、違う、壊れたんじゃ、なんか壊れたっていうか、なんかパカってはめるタイプだったの、横でなんか閉まんなくなっちゃって、そうだから、歯ブラシの入れ物が壊れたのね。でこれ新しいの買ったんですよ、ピンク色を選んで。ここの歯磨き粉のお気に入りはこれなんですよ。これのセットをあることを知って買いました。これ、めっちゃ美味しいんですよこれ。だからみんなも食べてみてください。で YouTuber、 これ本当に美味しいんだよ、本当に美味しいんだよ、激激に美味しいから食べてみてね。締めて、はいはい、これ本当に美味しすぎてやばいけど、これの後にリンゴジュースとか飲むと意味わからない味するので気をつけた方がいいです。この歯磨き粉を知ったのはいつだろう、中学校の時お姉ちゃんが見つけて食べてた。食べる、なんか歯磨き粉ってなんて言うんだろうね、舐めるじゃないしな、なんて言う、食べるで合ってる、まあ、こんな感じのやつを買いましたので明日からしっかり持っていきます。いつも持ってるけど誤解がね、そう、姉ちゃん子供用のグレープ、子供用のグレープ味ね、あの歯医者とかに売ってるやつかな。でもこれね、これの大きいバージョンで400円ぐらいだから、もうそこまでないじゃない、普通ぐらいの歯磨き粉のあれなんじゃない。歯磨き粉飲む、じゃあ食べる、飲む、歯磨き粉飲む、食べるがいいな結局ね。お土産って何、お土産、お土産、ミントは大丈夫だけど苦手って言えば苦手。これ見て、やばい、もうティルティルって書いてあるけど消えた。でもこれもう終わっちゃったのね。でもこれ3年ないつ買ったんだろう、これ長野にまだアイドルになる前になんか買って持って使わなかったやつをアイドルになって使い始めて終わったやつ。買わないなら買うなよって感じなんですけど、まあ、結局結果的に使えたのでよしです。なんかメイクキープミストみたいなやつ知らない、メイクキープミスト
80ml、ティルティルメイクフィットメイクアップフィクセル。すごい英語読めちゃった。うわっ、厚めの、厚い、厚いよ、厚い。今ねこの隣がすごいことになってるのね。やばい、大変なことになってる。よいしょ。でも終わっちゃってなんか良さそうだったから新しいのを買ったんですよ。見てください、超小型でしょ。チャコットフィニッシングキープミストモイスト 50ml。 ココハとお買い物行った時にちょっと買ってみました。なんか何がいいか分かんないけど、バレエやってたのね、ここって。でチャコットをなんか使ってたの。だからチャコットにはちょっと信用しているので買ってみましたね。うん、可愛かったから買ったっていう理由もある。こんばんは。これあれはあの練習するときにスマホを立てるんですよ。なんかでこうやって広げてスマホをつけて動画を見ながら踊るっていうようなやつです。便利です。スマホを固定するやつ、その通りです。そう、今の時代ってすごいね。リモコン先生、そう、生誕って生きてきてね、みんな。その部屋の大きい鏡、どういうことだ。寒い。え、でかすぎでしょコンセント。めっちゃ巨大じゃん。巨大なコンセントじゃん。生誕って今袋に入れて、ちゃんと明日着てください。久しぶりに参加してくださいね。警察の名前だし、あの正座真夏に何をするのやつか、あれね。生誕ティー切れてたの。みんな生誕ティー試着してみてね。試着試着大事だから。え、てかさ、コスプレ持ってくの忘れそうでやばい。ちゃんと書いとこう。コスプレ忘れたらジャージになってしまう。コスプレって書いた。踊る鏡ないと困らないの。困るけど、でも鏡置けないので、窓ぐらいじゃない、できたとして。私服じゃなくていつもジャージで行くので、ジャージです。ジャージで行くので、あの新幹線とか乗るときってさ、やっぱジャージが楽じゃんか。
ピンクの星座じゃ目立つ。え、いいじゃ目立った方がよくでしょ、見つけられやすい。みんな寝たから、明日さ配信できるかわからないんだよね、結構なずいんだよね、終わる時間が遅すぎて。なんかジャージって言ってもそんな学校のジャージみたいなやつじゃないよ、それは安心してください。普通にね、学校のジャージみたいなやつ。見て、ここにスタバのストローが2本入ってるの。え、寒い。とりあえず名乗った方がいいですよ、乗りましょう。30度やばいよね、30度ってさ何って感じね。紙ストローね、なんか今後のためには紙ストローはすごく大事なものだと思うけど、紙ストローめちゃめちゃふにゃふにゃになるじゃん。でもう飲めなくなるじゃんか、それがちょっと困るんだよね。前回の幕張はあのココハと一緒にスタバを買って行きました。そう、紙ちょっと飲みにくいよね。紙ストローまずいし、まずくはないけど飲みにくいかな。でもしょうがないけどね、今の。そう、 SDGs 大事ですから、 SDGs していきましょう。今日こそ X に載せようと思うのでスクショタイムお願いします。スクショタイムいいよ。髪の毛やばいけどね、まあいいか。やばいな、やっぱ何しようかな。あ、ちょうどいいもの見つけた。あ、タイムね、今謎すぎる。最近のハマってる飴はこれです。梅はあります。梅はお待ちをください。あれ、え、消えた。本当にどっか行っちゃった。え、あれあれあれ、なじゃーん。これ喉にいいです。大事だよこういうの飲めるのは。謎のスクショタイム
そういえばみかんの剥き方って誰になった、ブログ見てくれましたか。うん、みかんの剥き方言ってたかったのに。この生き方、キミちゃんいるのに。この生き方、キミちゃんいるのに呼ばれなかった。秋のなんとか芸術って書いてあった気がする。そうだよ、金曜日担当でブログ。あ、もう21時26分なの、やばやばいじゃん、やばいじゃん、やばいやばいね。みんなはもう準備しましたか。みんなちゃんと来てね、明日。今ね、ちょっとお休みメールをね、先に書かないとと思ってる。あ、そうです。荷造りまだな感じです。聖誕スピーチはね、考えて、ね、聞いてほしい。昨日ね、寝てて、あの、ベッドから足をね、出したの。出したっていうか、なんか、ベッドがこうあるじゃん。で、ここの伸ばし腕で表そうかな、ベッド。ベッドがこうあるじゃん。で、ここがいるじゃん。これ寝てるじゃん。これここね。で、こうやってやったのね。やったら動かなくなっちゃって、もう自分の体が。金縛りになったの、また。なんかすごい金縛りになりすぎて。なんかもう周年終わったから金縛り終わったと思ったのにまたなったんですよ。こうやってやったら動かなくなって、もう体が動かなくなっちゃったのね。で、動けなくてめっちゃ頑張って必死に動こうとして、めっちゃ金縛りになって怖いんですよ。助けてください。でもね、ストレッチはしてるの。背中の役割もしてたし、なんか普通に金縛り、疲れの方の金縛り、間違いなくそうなんですよ。だからね、ガソーロやだ、やめてね、ガソーロ。みんなゆっくり歩いてきてね。ゆっくり歩いてきて、ガソードにしないでね。ゆっくり歩いて、ゆっくりゆっくりだよ。明日の夜ご飯は何が食べたいかな。まあ、それ少しは痩せるんじゃない。でも周年期間でたくさんお弁当を食べたんですよ。だから弁当を食べすぎてちょっとね、早く帰ってから、それの気持ちを抑えてゆっくり一歩ずつ
進んでください。怒られない、大丈夫だよ、大丈夫。ケータリングね、そんな食べない。でも明日時間なくてあんま食べれない気がする。今も今までもあんまりそんこまで食べれてたわけじゃないか。いいもの食べたな、暴れました。でもね、贅沢できないので一人暮らしだと食べたいものをね、すぐに買いに行けないから。もしたかソロだったら帰宅。やばい、30分。23期は1年後に入ってくるので。勝手にね、そう、長野にブーンって帰ります。今メールを必死に打ってます。こっちゃん以上のビジュアルは来ませんよ、来ませんよ。まあね、もう結構だろ。でもなんか、難しいですよ、大きく踊るのって。なんか小さい子が大きく踊るのと大きい子が大きく踊るのって全然違うじゃん。なんかその劇場のスタッフさんが言ってたけど、なんか例えば前田さん多分150後半ぐらいをとかだと思うんだけど、それをアンジュさんってすごい大きく踊るじゃんか。それをお手本にしてもここにとっては意味がないみたいな。身長が高い子を見本にしてやらなくちゃここにとってプラスにならないから、まあ身長が高いのはとっても目立ちやすくて、悪い意味でもいい意味でも目立ちやすい。レオナさんよりは身長が高かったんですけど、そう、でもレオナさんをお手本にするのはいいって。レオナさんとかマヤさんって言ってました。あのちゃん152、あ、そうなの、152センチなんだ。そうなんだ、悪い意味でもいい意味でもいいけど、身長が高いってことは人よりももっともっと大きなパフォーマンスをしないと大きく見えないから、そう、ここはも背が高いのっていいなって言われるけど、いいだけじゃないんです、悪いこともあるんです。まあでも背が高い人にしかあれなんじゃないか、背高い人が悩むポイントなんじゃない。まあそう、腰ね、やりやすいとは言われたけど、なんかここも腰が痛くなって、声のことが痛くなっちゃうけど、でもなんか逆に大きく動くと他のメンバーにぶつかるっていうとかね。コン
さんとの時なんか小走りしてなかったっけ。あー、大人の世界、大人の世界はだってもうあれだよ、上手の3番にいて下手の4番に行ったんだよ。遠すぎでしょめっちゃ離れたところに猛ダッシュしするしかなかったので、ちょっと大変でしたね。ちょっと待ってね。もっとこけるかと思った、もうずっこけそうだった。あのなんだっけ、やばい、わかんなくなった名前が、あ、吸えながら雨、吸えながら雨の靴、やばい、あれもうマジ本当にずっこけるかと思った、やばかった。その中の移動はね、しかもあんなね、あんな遠く行かせるのここだけだったんですよ。あれもう遠すぎだよ。でも頑張れって感じだったので、うん、頑張りました。ずっこけなくてよかった。でももう最近めちゃめちゃでかいっていじられることが多いんですけど、背が高いんでちょっとでかいって言わないでくださいね。めっちゃ言われるんですよ、バブルとかの返信でもメールの返信でも。めっちゃでかいって言われるんですけど、背が高いので背が高いって言ってください。そう、激おこドスコイになるからねでかいでかいっていう意味と背が高いっていう意味は全然違うからね。でかいって言われるとなんか太ってるんだって思っちゃう。背が高いのと高い、縦に高いじゃん。だけどここはそういうのネタにできないんです。ネタにしてるけど本音を言うとネタにできない。あのそうやって言われるとすぐあの心臓に来る人なので心臓っていうのよくわかんない。そうね、でかいはめっちゃネタにしてるけど実際はもうネタにできないぐらい心に来てる大きいもダメだよ、背が高いって言うんだよ。心臓に悪いです。心臓に悪い、なんか違う。あ、そう、笑ってるけど心では泣いています。やばい、メールっつって言ってマジでちょっと全然打ててない。背が高いって言ってくださいね。ごぼうみたいは別にいいよ。でかいと大きいはもう禁止。そう、実は傷つきやすいんですなんかちょっと自分で言うの嫌なんだけど背がでかい、やだ、背が高いって言ってほしい。ありがとうございます。でもココハとかにも聞いてみ、背がでかいって言われるの嫌でしょって聞いてみ、絶対嫌だって言うと思う。12期ではあのドスコイとココハでしか分かり合えない背の高さの悩みがあるのでよくお話ししてます。まあね、確かに嫌なことは嫌ってちゃんと言えるような子になった方がいいとは思っています。165は身長の高さなんですけど実は伸びまして、プロフィールが165だからそうしたんだけど、ココハとお話、分かり合えるお話
166、なんだっけ、166.4 かな。宮丸さん、いやいや並べないですよ、背が高す、あ、背が高すぎてっていうかもう細すぎて。でも止まっていいです。ヒメタンも細すぎてちょっとやばい、今足のロールでめっちゃ足のお肉を踏んでしまった。こっちゃんも細くなってんのか、今まで太ってたみたいな言い方しないでよ。ここね常にほっぺが赤いんですよ。本当だ、熱あるんじゃないかレベルの赤さしてるんだけど。ゆずぼさんも細すぎるから、めっちゃ細いよ本当に、びっくりするぐらい細い。なんかさ、そうチークいらなくてもさ全然さ顔ピンクになるからいいんだけどさ、メイクさんがさ、チークめっちゃ似合う顔だからチーズ、あ、チーズじゃない、チークは濃くていいと思うって言ってたから。だからだから、え、でもココミンはあんまりほっぺ赤くなるイメージないから関係ないんじゃないか。チーズのとこからいい匂いするかもしれない。そう、何食べたっけ、あ、何を、幕張店にしようとしたけどちょっと幕張メッセにしました。どっかで始めましたね、それで緊張する、釣り高校は緊張しないかも、わかんない。名前は聞かなくて大丈夫聞かなくて大丈夫なの。たまにね、なんか会ったことないのに誰でしょうって言ってくる人がいるのね。でもさ答えられなかったら失礼じゃん、なんかって感じのだったのね。そしたらね、でも分かるわけないよ、だって初めて会ったと思って言われて、初めてかーいって思ったのね。そう、ちょっと失礼だなと。明日はココハと一緒に出発。そう、誰誰だって言われる。前も言われたら、だってココのファンの人じゃなかったのね。ちょっと初めましての人やめてくださいね、それやるの。知らん人の名前言ったらどうするんですか。もう適当に名前作ってみようかな。俺はね、俺詐欺だ。そしてここはとお揃いなんですよ。絶対にコスプレ忘れないようにしてね。みんな言ってね。コスプレ忘れないでってここに言ってね。ココハは多分準備してる、もう偉いから。
はね一人です、ぼっち部屋。でもね、ここってぼっち慣れてるんですよ結構だからね、慣れ慣れ。この間ね、ちょっとだいぶ前なんだけどね、めっちゃ電波悪いとこにいたの。なんか普通に焼肉屋さんだったんだけど、電波悪いとこにいたのね。そしたらなんかメール、お休みメールが送れなかったみたいで、遅れたのがね、その送ったの21時半だったのに遅れたのが23時だったらしくて、マネージャーさんに時間過ぎてるのでって言ったの。めっちゃ1時間後に送った人みたいになっちゃってさ、なんか申し訳なかった。名乗ってないのに当てられた。それはなんかなんでなんだろうね。なんでなんだろうね。勘じゃない？勝手な勘。分からない。なんだろう。寝るときはこっちです。え、なんかね、その場所が電波悪かったらしい。え、そう、とんでもなく、いや4日前、今日で言えば6日前に送ったメールが昨日届いたっていう。やばいよね、どういうあれ。見返したらさ、そのぐらいさ、もうフライデーが金曜日じゃない人だと思われてたってことじゃん。ちょっとちゃんと分かってますから大丈夫ですよ。なんでよりによって金曜日のやつがそこに届いちゃったんだろう。でもさ、遠くから来てねーでわかるでしょ。そう、センチュリーホール、あ、そうなんだ。あ、でもめっちゃ電波悪いわセンチュリーホール。何なんだろうね。ね、フライデーのメール来てみんな驚いたよね。ここめっちゃおバカな人みたいになっちゃったじゃん。ねえ。めっちゃ謎いよね。びっくりしたでしょ。明日から2日間よろしくね。今日って何曜日なんだろう。あ、今日金曜日だからフライデーだよ。今日がフライデーだよ。そういうこと。疲れてるって思った。ねえ、今日届いたらさ、タイミング良かったのにさ、ちょうど来てねっていうのはさ、明日のことじゃん。なんで昨日届いてしまったんだ。あらま。でもなんかもうみんなここがおバカじゃないことさ分かったでしょ、非公式見て。バカじゃないんです。見て、あ、見えなかった、諦めよう。でも今はめっちゃ勉強忘れちゃったけど、まあいい高校に行っていたのでおバカじゃないですね。びっくりしちゃったんだよね、何位っていうやつ見て。頭いい高校に通っていたおっちゃんです。こんばんは。ピンク文字、ピンク文字、メール、メールのピンク文字さ、一旦お休みしてるんだよね今。でもね、歴史は苦手なのね。いや、ここヤンキー校とかじゃない、だって女子校通ってんのにヤンキー校なわけないでしょ。ヤンキー校とかじゃないです。めちゃめちゃ真面目な生徒ばかりの高校でした。女子校ね、
そう、女子校だったのね。だから平和。じゃあ愛知県の人がおバカっていうことが証明された瞬間でした、あの非公式。なんなんなん、今ね SKE のさ、あのフールとかでやってるなんかなんだっけ昔の番組や見てて、なんかマキコさんがいたの面白くて見てます。え、確かに48だったってことか。いやでもここユアニャンって答えたような気がするんだけど、ココミンかユアニャンだなって思った、おバカなのは。じゃなんかミュウちゃんが間違えたのにびっくりしちゃって、ミュウちゃん頭良さそうじゃん。でもちょっとおバカでしたね。ね、ゆわにゃんはゆわ、ね、こごみんは自分でめっちゃ言うのね、成績を。それを聞いて、あ、おバカだって思ってたから、だから後からこごみんと2人で話したのね。こごみんよくあの問題解けたねって、だからこごみんもびっくりしたらしくて、自分が解けたのが。だからこごみんとそういう話をしてたんですけど、ゆわにゃんは絶対もうおバカです、あれは間違いなくおバカです。ニャニャはもうギャルなので、ヤバいレベルのおバカさんっぽいくない？ココミン自分でびっくりしてる、できててすごくない？びっくりしてるっていう、かわいいですね。ミヤビームはああ見えて頭が悪そう、良さそうだけど、ああ見えては。え、でもさ、初吉とさ、ミヤビーム絶対最近やってるじゃん、あれ。でも解けなかったですからね。いやー、絶対ユアニャは悪い頭が。いやいや、悪めです、絶対に。よくないこと言ってるけど。いやにゃんクラスのなんかわかる。いやにゃんはギャルのくねくね18歳です。まあビアビームは見た目からしたらすごく頭が良さそうです。でもサツキチの方が頭がいいんじゃないかっていう話が12期で出てる。こっちゃんはクラスの端にいた人です。端にいた人、クラスに馴染めなかった人。スキチは頭痛そうじゃない。ね、でもさ、ちょうどあれじゃない、学校にし、あの学校の勉強をしっかりやってる時期だから、わかるんじゃない。結構、そう、次17歳なんだよね。18歳までまだなんですよ。こっちゃんがクラス、本当にですか。でもこっちゃんはあれなのね、端っこの人だった。え、本当だよ、本当に端っこにいたからね、ここ。端にいた人、17歳にする。ユアニャンのパクリ17歳って言うから。人のパクリは良くないんですから、パクリはちょっとやめときますね。じゃあなんかここの性格があんまり端にいた人だ。
走ってあれで別にクラスでめっちゃ騒いでる人とかじゃないってことで。お姉ちゃんは賢いね、間違いなく。比べ物にならないぐらい頭良さそう。そこっちゃんはね、みゆちゃんは頭が良さそうだけど、あの非公式のやつで頭が良くないことが判明された。みゆちゃん東大ですか？東大かもしんないワンちゃん。あ、そう、ウェイウェイキャラじゃないってこと。別に普通に生活してきた人って感じですね。普通に生きてきた人みたいな。確かになんか友達と会話ができなかったかもしれない。やば、時間がやばい。仏像を読みます。いきます。13位ヒロさん、12位勝義さん、11位中さん、10位銀河の踏切さん、9位タモちゃん07さん、8位カラムーチョさん、7位クマさん、6位トモトモ、5位ロングさん、4位豚足の大ゴレさん、3位ランボさん、2位マササさん、1位エイジさん、ありがとう。ありがとう。わー、落下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 。うおー、ことで明日はよろしくお願いします。荷造り頑張ります。今から10分で終わらせて即寝ます。おやすみボンジュール、バイバイ。滑走路は楽しまない。みんなゆっくり歩いてね。バイバイ。